初めて自分自身に応援されたんです。その世界がきっと未来にあるんじゃないか。誰にも遠慮なく、大好きなことを自分のために楽しむためにやる。気づいたら、私一人の夢じゃなく、みんなの夢になっていった。思考の対談番組、セブンデイズ。今週は、ハミングフォーピース創設者、白張ゆきえさんに迫ります。本当に好きなことに気づいたとき、運命の扉は開かれる。コンプレックスが仕事になったまさかのチャンスから流れをつかんだ経緯とは。デイワン月曜日のテーマは思い。インタビュアーは葵です。ゆきえさんは3年前まで OL をしていて、あることをきっかけに歌が大好きだったということに気づき、その1週間後とあるパーティーでなぜか突然歌を歌うことになりました。上がり症で人前で歌った経験もない状態で断ることもできたのですが、そこで意を決して歌った結果、人生が変わり始めます。それではどうぞ。